自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら。中高生妊娠相談。今回は福田病院産婦人科医林京子先生です。秋には望まない妊娠などの相談が増えると聞きました。夏休みなど長期休暇の後はですね、やっぱり妊娠したかもしれないという相談は増える傾向にあります。実際に増えてきてます。妊娠したかもと気づくのは予定の生理が遅れている、つまり来なかった時なんですよね。つまり夏休み期間中に性交をしてしまって妊娠かもと気づくのがこの秋口になります。女性にも男性にも言えることなんですけれども、生理が始まったっていうことはですね、成功したら妊娠につながるっていうことをしっかり覚えておいてほしいんですけれども、避妊したから自分は絶対大丈夫っていうことはありません。避妊してもやっぱり 100% ということはありえないので、もし生理が遅れていたりとか、もしかしたらっていうことがあれば早めに相談に来てほしいと思います。妊娠という奇跡が女性に与える影響は？女性にとってはですね、妊娠出産というのは今後の人生にですね、大きく影響を与えます。やっぱりもし中学生とか高校生であれば学校にどういうふうに通うかということと、10代っていうのはですね、まだまだ子宮卵巣とかが発育時期であります。なのでその時期の妊娠っていうのはですね、体に非常に負担をかけます。もちろん今の子たちはですね、成熟が良くてしっかり体も成長されている子もいるんですけれども、まだまだ子宮卵巣が小さい子が多くて、妊娠を継続するってなっても妊娠中のトラブルが多くなります。例えば早産傾向にあったりとか、入院が必要になったりすることも多くあります。もし産むってなってもですね、経済的な理由だったりとか、中絶を選択したとしても本当にお金もかかってくるし、今後のことに大きく影響してきますので、妊娠出産というのはですね、喜びでもあるんですけれども、もうちょっと戸惑いっていうこともあってくるし、分娩にしても中絶にしても自分の人生に影響を与えていくということをしっかり覚えておいてほしいと思います。自分の未来を守るために正しい知識を持ってください。もし妊娠かもと思った場合は、できるだけ早くですね、産婦人科を受診してください。番組テーマの女子ワードを募集中。女性特有の悩みを専門医に相談してみませんか？自分の体を知って素敵な女子ライフを。